はるくんの朝クッキー、あ、すっげえプルプルしてきてくれ。これ毎回毎回もう慣れたんだけど覚えたちょうどいい。じゃあね、今からハルくんのモーニングルーティンを始めるよ。やっていこうって言わなきゃダメだよ。やっていこう。ババッ、一つ目オートミール。これはね、コストコで売ってるやつ。で、次必要となってくるものはバナナと、ナチュラルメイドのスーパーフィッシュオイルとナチュラルメイドのスーパーミネラルマルチビタミン、あとはミキサー、最後プロテイン。これで朝飯を作っていくよ。作っていこうって言わなきゃダメ。作っていこう。じゃあね、じゃあ作っていくよ。早速ハルくんの朝食クッキング。あー、勢い足りない。もう一回ハルくんの夜食クッキング。夜食で慣れてんの。ハルくんの朝飯クッキング。よし、合格。そうだ。じゃあね、プロテインをこの、ミキサーに注ぎ込んでみる。今どれぐらい入れるかと言いますと、だいたい4分の1ぐらい。次入れるのがコストコのオートミール。別にね、こだわりはない。どこのオートミールでも基本同じだから。これで、だいたいなんかまずそう、それうるさい。3杯ね。オートミールは、あんま美味しいもんじゃない。例えるなら、インコの餌。あー、紙粘土の匂いがする。もうね、すごい栄養たっぷりなんだよ。次に入れるのが、バナナ。今日はね、ちょっと2本入れるわ。いつも1本なんだけど、このバナナちっちゃいからさ、見て、ちっちゃくね。なんだその T シャツ、ダセー。ラスムスワロール。誕生日プレゼントで友達からもらったんです。それはいい服だ。絶対に言うわ、友達に。センスないって言われた。泣くぜ。だね、おい、思考停止してんじゃねえぞ、朝だからって。じゃあ次プロテイン入れていくよ。また入れんの。最後これにプロテインを入れる。パンパンまで。えぐっ、入れすぎだろ。毎朝それ飲んでんの、やばくね。なんで俺がこの飲み方をするかって言ったら、オートミールって本来は生じゃなくて茹でる。で、茹でたらね、膨らんでね、食べづらくなるんだよ。さっきの3杯でもご飯大盛り分ぐらいな。こうすることでね、大量の炭水化物が取れるの。簡単に楽に。まあ、分かりやすかったな。ね、分かりやすいって言って。分かりやすいですね。じゃあね、次はミキサーをかけていくよ。これを開けていくと、うわー、まずそう。うわー、うまい。いや、本当に全然飲めるよ。飲んでみる。いや、朝いつもね、フィッシュオイル1日の摂取目安1粒って書いてあるじゃん。で、どれは2粒食べる。大丈夫なの2粒ってやって。ああ、魚の油だからね。それどういうあれがあるの。血液をサラサラにすんで、でね、脂肪燃焼がしやすくなる。ああ、じゃあ持ってこいじゃん。そうだね。で、朝食べた方がいいよ。綺麗じゃねえこれ。それ高い？安い。安いんだ。うん、マルチビタミン、これ一粒ね。早く飲むの。早くね。あ、ゆっくり飲めって。
早飲むの。あの朝時間ない人とかね、本当に10分でできちゃうから。なんであいつ寝てんだよ。マジで。まだ。おい、まだワンに起きろって。お前ソーラムシーやろ。おお、どこじゃ。おい、人の気持ち考えろマジ。あ、ちょっと待って、足がやばい。ガッチリだ、やばい。ちょっと待って、マジやばい。今のマジやった。イエーイ。いつもの起こし方、あいついつも大げさなんだよ。見て、あの顔。よし、気を取り直してやるか。で、このミキサーはどうやってやろうかというと、今洗剤入れて水を半分入れたね。もうその時点でわかる。朝飯はこんなもんだね。いや、なんだけど、今日は休日だから、いつも平日で忙しい時は、おい、壁壊れるってマジで。手が届くないんだ。はい、次やっていこう。休日はね、ちょっと時間あるから卵焼き作っていくよ。今日は10個。10個。1回で取れるタンパク質量って決まってるから、朝食べるのは4個、昼に食べるのは6個、夜は2個。やばくない1日10個。いや、普通に食べるよ、誰でも。いや、食べないでしょ、誰でも。卵って完全食って言われるぐらいすごい栄養素が詰まってるんだよ。一番良質のいいタンパク質。雨上がりの空を見る。で、この卵強くね、ずっと割れてないんだけど。できたんじゃない。まだやね。まあ、こんな感じ。綺麗やね。マジ朝ごはん食べ行きたい。ババ。おお、もう、もっそ普通に。おお、いい感じ。まだやね。おいいって、そんぐらいで半熟ぐらいが美味しいんだって。生すぎるだろ。卵はね、焼いた方が吸収率がいいんだよ。ロッキーがさ、こうやって生卵飲むじゃん。あれマジ効率悪い。生卵が良くない。 TKG 卵かけご飯最高。秋の雪が減る山もみ。そろそろ出来上がったと思うから開けていこう。できたんじゃね。あー、プル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 すぎるくらい。ほら見て、ここ開けてるけん、クーラー効かん。よし、気を取り直してやるか。よし、じゃあ食べていくよ。カツオ醤油を。いただきます。うわ、やば。あとこれ、残りこれは昼にとっとくから。じゃあね、朝飯も食い終わったから今から筋トレに行ってくるよ。だいたいね、筋トレでね、飲む水の量っていうのは、筋トレ中は2リットルぐらいで、プロテインとかサプリメント飲む水を合わせたら2リットルと半分ぐらいの。1日で2リットル以上、2リットルは飲まないかっていう水準なんですよね。俺、ほんとリアル5リットルある。1日で5リットル、うん、やばくね。人の倍体重あるんだよ、だって。確かに、そのぐらい飲まないとやってらんないね。うん、あんなよ、俺の体は循環しないんだよ。じゃあね、トレーニングに持っていく荷物がここの中に詰まってる。これを持って今から筋トレに行ってくるよ。行ってきます。はーい、バイバイ。ションベン忘れてた。ションベンしたいの忘れてた。急がせる。あー